島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。この辺りなら安全そうかな。あのバカ、行き止まりの水没行動にまんまと入ってやがる。ここならすぐ引き返してくるね。ここで待ち伏せして待ってようか。二人が戻ってきたら大冒険のご感想はって聞いてやろう。みんな嬉しそう。安心するのはまだ早いぞ。一応ここにも魔物は出るんだからな。そうだ、先行する二人は我々とは違う。何か来る。聞こえる、足音かな。ランバ、なんでそんなに慌てて。なんで一人なんだ、ボスは。助けて、ボスさんが、ボスさんが。ボスがどうした。この先の遺跡まで魔物を追いかけてたら逆に襲われて離れ離れに。遺跡？ここにそんなものがあるわけ。それより魔物ってどんなやつだったの？初めて見る、でっかい獣というか虫みたいな、不気味に赤く光ってて。イルフサだ、なんでこんなところに。待てレント、冷静になれ。後先考えずに飛び出すな。くしょ。坊主、ここから村まで帰れるな。アガーテ女子に危険だから後を追うなと伝えろ。返事。はい。よし、行け。遺跡ってどういうことだろう。言ってみればわかる。私たちが調べたときは何もなかったはずだ。よし、急ごう。